大学村の森は、北海道札幌市東区北28条東4丁目に、所在する緑地。住宅街の中に残された小さな森で、ハンノキや春にれが茂り、ゴムチップ舗装が施された散策路が巡らされている。古木を守る樹木保全ゾーンや若木を育てる樹木育成ゾーンのほか遊戯ゾーンや広場ゾーンがある。この地はかつて、 北海道大学の前身である札幌農学校の第三農場が所在した場所である。農場の範囲を後の住職分で表現すると、おおよそ北20から49条東1から8丁目に相当する。面積は1906年12月31日の時点で314.49ヘクタールあった。農場開設の契機は1886年11月に、 札幌農学校の佐藤紹介が北海道庁長官の岩村道都に提出した札幌農学校の組織改正の意見であった。この意見書の中で佐藤は農学校が営業主義に基づいて農場を管理し、それによって得た収益を農学校の資金として扱えるようにする法律の制定を求めていた。佐藤の意見を受け入れた岩村長官は 道庁に所属する土地の一部を農学校に移管させ、1889年には、札幌郡札幌村列列府の土地363ヘクタールが、農学校のものとなった。しかし、同年2月に制定された会計法により、官庁が資産を生じすることが禁止されたため、農場経営で得た収益を農学校の維持資金に、することはできなくなった。1890年3月、 農学校は、付属農園と開墾地を同庁に変換し、農学校卒業生の親睦団体、札幌同窓会がその払い下げを受けて、これらの土地を第一、第二、第三の農園と称した。列列府の土地はそのうちの第二農園で、小坂実りが行われた。その後、札幌農学校は、文部省の直轄となり、資産から生ずる利益を、学校の歳入に組み入れることのできる、 管理学校及び図書館会計法の適用対象となった。そこで1895年4月、札幌同窓会はすべての農園を農学校に寄付した。農学校は道庁から交付された諸々の土地と合わせて、第1から第一波地までの農場に区分し直し、列列府の土地は第3農場となった。太平洋戦争後に行われた農地改革では、 北海道大学の所有する土地は試験研究地であり、国有地であることから対象外とされたものの、結局1950年に農場の第一次開放が進められた。同年、北海道大学はそれまでの法文学部を法経学部と文学部に分割し、本州から多くの教官を招き入れた。そして第三農場跡地である北27から28条東、 二から四丁目の逃げ林を切り開き、新任共感用住宅を約80個建設した。周辺の住民は、この住宅地を大学村と呼んだ。ABCDEF 公園ガイド2014、P44、ABCDE 片岡2012、P199、ABC 片岡2012、P201、ABCDE 片岡2012、20 P200, ABCD 片岡 2012, P202 ありがとうございます。